ティファイテッドの地崎美恵です。さあ、第3話はですね、新潟市の西区にやってきました。イエーイ。はい、ここはですね、海沿いにある話題のお店です。はい、めちゃめちゃもう目の前に海が広がってるんですけど、こちらはもう私が大好きなお店で、家族と来たりとか、あとメンバーと来たこともある、とっても外観からおしゃれなお店です。楽しみ。じゃあ早速行っちゃいましょう。行ってみましょう。カモン。はい、楽しみ。ね、楽しみ。もうすっごい素敵だもん。そうなんですよ、おしゃれで。また。メニューを頼むのね。はい、あ、ここにメニューがあります。メニューあった。じゃあ何にしますか。めちゃめちゃ美味しそうなのがいっぱいある。確かにこれよく見るよね、インスタで。確かに、フルーツサンド。フルーツサンド。あとこれも見たことある、ジェリーパフェ。美味しそう。じゃあちょっとそれにしますか。この2つにする。はい、フルーツサンドは確かに絶対食べたい。とフルーツサンドの2ピースと、あとジェリーパフェをください。お願いします。でもツリーある。本当だ、可愛い。もうクリスマスですね。ねー、なんかさ、お家にさこういうの置きたいんだよね。え、おしゃれ、可愛い。ね、これめっちゃ可愛い。ちっちゃいサイズで3種類選んで、このマーブルピンクと水色と白のマーブルなんだけど、ラムネ味が入ってるって言ってて、それがすごい爽やかで、めちゃくちゃ美味しい。このさ、クリームのボリュームすごい、ね、すごいですね。すごい、かわいい。かわいい、もうなんかかわいいパフェ
フェと可愛いひなたさんと、もう今最強がここに詰まってます。可愛い、おいしい、でもすごいボリュームがすごいから。そうですよね、なんかシェアしてもいいよね。確かに、すごい。下が何味のアイスですか？これはキャラメルクッキー。美味しそう。取れますか？いけるかな。いただきます。私もお腹空いてきました。食べよう食べよう。キャラメルクッキーね、なんかほろ苦い。思ってたよりほろ苦さがあって、なんか甘い甘いだ。そうですよね。ちょうど良さそう。2017年にオープンした。壁とかもそうなのか。すごい。私これミュウミュウの MV 撮れるかもしれない。